河井義虎は、大正時代の労働運動活動家で、初期の共産主義運動活動家。本名は、河河河前虎。1902年7月18日生まれ、長野県上田市出身。小学校を終えた後、日立鉱山の千番校となる。1920年同士と共に上京して、暁民会に参加。同年、日本社会主義同盟創立大会で検挙され入国。 1922年、日本共産党の創立とともに入党し、渡辺正之助らと南くず労働協会を結成、野田上油労働総議など各地の労働総議にあたる。1923年4月5日、日本共産青年同盟の創立とともに委員長となる。同年9月1日関東大震災発生時、河合は東京市麻布区におり、 東京府南葛飾郡亀戸町の自宅に帰る途中母子が家の下敷きになっているのに会い母親は助け出せなかったが3人の幼児を救い出し食べ物を与えたりして一晩下役上野公園で抱いて過ごしたところが9月3日午後10時過ぎ亀戸の南区労働協会本部に河井らを以前から労働葬儀で要注意人物として監視していた亀戸警察署の 高等係の署員が来て、震災の混乱に乗じ、他の被災者救護に献身していた、労働運動活動家らと共に、河合を検測、連行。停電のため真っ暗であった、留置場で、河合は革命家を交渉して、規制を上げており、他の検測者を先導して、騒ぎが大きくなるのを恐れた、亀井戸署は、近くに駐屯していた軍隊に応援を求めた。 9月4日、亀井戸署の中庭で、この絵師団奈良市の騎兵第13連隊によって他の活動からと共に、銃剣で殺害された。遺体は近くの河原に行き、埋葬された。常に楽天的で、未来は青年のものであると言っていた。加藤文造、河井義虎日本、共産青年同盟所大委員長の生涯、新日本出版社、1988年5月。 ありがとうございます。